渋野姫子、KPMG 全米女子プロゴルフ選手権初日で輝かしいスタート。KPMG 全米全女子プロゴルフ選手権初任20日サハリー CC677731 ヤードパー723週前のメジャー全米女子オープンで2位という素晴らしい成績を収めた渋野姫子が、KPMG 全米女子プロゴルフ選手権の初日でもその輝きを発ちました。 彼女は4バーディー2ボギーの70で回り2アンダーは首位と2打差の4位タイという好位置につけています残り数回も戦いたいからスタートはすごく大事そこがクリアできてよかったと彼女は語りましたこの日の初バーディーは503ヤードの6番パー5で達成されましたエッジまで220ヤードの位置から2オンに成功し2パットで決めました めドライバーも飛んで左サイドに行けば狙えるなという感じだっためちゃくちゃいいボールが打てたというイメージ通りの攻略でしたその後イーブンパーに戻して迎えた10番パー4ではティショットが右の廃止に入りレイアップの2打目は木に当たって右ラフに落ちましたしかし渋野は冷静に対処し 3打目をバンカーから2メートルにつけてナイスボギーで切り抜けました。でかかった。ダボにしてもおかしくなかった。彼女は振り返ります。ティショットの大きなミスはその10番だけでした。高い木が両サイドに立ち並ぶコースで全ホールでドライバーを振りフェアウェイを外したのはわずか2回でした。他のコースに比べると気を引き締めてから行く感覚はある。 1>, 1個のミスでどれ,だけどれだけスコアを落とすかというところで最後まで集中できたと語り、状況に応じて臨機応変に対応する姿勢を見せました。最終18番パーゴでは94ヤードから1メートルにつけてバーディー締め、ディボット後からの一打でスピンを効かせてピタリと止め、リーダーボードの上位に名前を載せました。渋野ひむ子 日本勢トップの4位、後発進。学祭。メジャー第3戦、KPMG 全米女子プロ選手権に出場している渋野日満鳥は、初日を4バーディー、2ボギーの70で回り、2アンダー。首位と2打差の4位と後発進しました。日本勢トップとして、岩井目、ホンダや、 始末製作所と並んでいます10番まで終えて1バーディー2ボギーだった渋野は14番と15番で連続バーディーを奪い最終18番パー5では見事な一打を披露第3打スピンをかけたショットでピンそばにピタリと寄せギャラリーからの拍手喝采にぺこりと頭を下げバーディーで締めくくりました 渋野は今月初めののメジャーー2 2戦目全米女子オープンで単独2位フィニッシュし、復調の気配を見せています。めメメ専門メディアゴルフダイジェストでも全米女子プロ選手権のトップ25選手ランキングに取り上げられ全米女子オープンでの渋野の突然の好パフォーマンスは彼女の根気に再び息を吹き込んだと優勝候補の一人として評価されています。 4アンダーで首位に立ったのはレキシー・トンプソン。シビノと並び、2アンダーの4位には岩井いいと西洋がつけました。パリ五輪出場権を争う山下美夢愛、古江愛香は1アンダーの15位。勝南がイーブンパーの22位。全米女子オープンを制した笹間の優香菜は2オーバーの54位。畑岡奈朝は5オーバーの106位と。 で遅れました渋野日真子は再びメジャー大会での優勝を目指し次の日も集中力を切らさずに18ホールを笑顔で駆け抜けることでしょう。